江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今日もですね、ケイコの小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナー行ってみたいと思います。今回は昨日お伝えしたイジミョンのね、無期限断食ですよ。無期限って言ったよ。無期限、こちらに対して、こちらムン前大統領がですね、こう電話をかけたらしいんですよ。はい。で、ムンジェイン前大統領はこの日イジミョン氏に電話をかけて、ユン政権の暴走があまりにもひどく、第一野党の代表が断食する状況が心配だと述べたということですね。いやいやいや、お前の時だって暴走してただろうと思うんですけども、でそれに対してですね、イジミョンはムン前大統領に対し、この他に選べる方法がなかった、もうお前には断食しか選択肢がねえのかとなんか国政でね、自分の意図異なることが起こったらすぐ断食すりゃ叶うと思ってんのかこいつらはと、とても民主主義とは思えないんですけども、でこれ、その、政権の暴走と対抗があまりにもひどく、最低限の秩序すら守れない状況と言及、すべてを壊しており国民を相手に戦争をしていると述べたというと、大げさだなって思うんですけど、こいつらな。じゃあ次行きましょうね。まあ、こちらに対してですね、じゃあこのね、断食いつになったらやめるんですかと、ね、そのやめる条件は何なんですかということに対してですね、そんなことはないと、ね、徹底抗戦だ。イジメオン共に民主党代表が無期限断食闘争を行っている中、断食中断条件に関心が集まっていると。ただ党指導部などは特定の条件が達成されなければ中断するものではなく、ユン・ソクヨル政府に対する闘争意志を込めたものだと強調したということね。一生戦ってろよ。経済民生破綻と福島汚染水関連で国家運営システムが崩壊されているとし、ユン・ソクヨル政府に対する、決死抗戦の意思を込めて断食に突入したということです。決死抗戦、はい、らしいよ。じゃあいいよ、そのままずっとやってるよって思うんですけど。はい。でですね、こちらに対して、じゃあ昨日もちょっとお伝えしました、これ、今日からね、渓谷がね、国会、開会するんですけども、こんな前日になって、こう、断食を追っ始めるのは、検察に、拘束されたくないからということでね、で、まあそういう話をしましたけれども、拘束じゃなくてね、出頭です。はい、出頭でした。で、こちらでございます。はい。渓谷野党代表、4日に、検察出頭へということでね、大北不正送金疑惑でということで、渓谷最大野党共に民主党のイ・ジェミョン代表は1日、渓谷下着メーカー大手サンバンウルグループが北朝鮮側に巨額資金を不正に送金した疑惑をめぐり、4日に、検察に出頭すると明らかにしたということでね。だから逆算して、じゃあ、31日ぐらいからやり始めれば、健康状態ちょっと悪くなってドクターストップかかって病院に担ぎ込まれる、だろうから検察に出頭しなくていいよねっていうことですよ。で、イ・ジェミョン氏がユン・ソクヨル政権と対決するとしてハンガーストライキを開始したが、検察の取り調べにも堂々と臨むという立場だということでね、そんなことはないと、健康状態を理由にバックレるなんていうことはしませんよというふうにね、大見栄を切ってるんですよ。だがしかし、はい、検察出席また無賛ということでね、おい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 、ちょっと待てよと。イ・ジェミョン共に民主党代表が来る4日検察に出席することにした日程が、検察との神経戦の上に再び無参加されました。
イジミョン代表が4日午前にのみ調査を受けるとすると、検察が調査を2時間で中断はできない、4日の午前中だけ出頭しますよというふうにイジミョン側が言ったんですよ。でそんな午前中のね、まあ2時間、午前中の2時間で調査を 中断することなんかできませんよそんなことって検察が言ったんですよ。もっとしっかり時間を取りたいからね、しっかりね絞るよと、いじめを絞るよと、だから中断できませんよと明らかにした。でそうすると代表側は検察が拒否して4日調査自体が無算となったと検察を責めたんですよ、ファビオったんですね。で検察が望むように、早期出席意思意向を明らかにしたが、これを拒否することは検察が真実を明らかにすることには関心がなく、ただ政治操作でイジミョン共に民主党代表に傷をつけるという意図っていう風にね逆ギレしてるんですよ。じゃあ別に4日の午後も受けりゃいいじゃん、2時間じゃ調査終わりませんよって言ってんだよ。おでもそしたらイジミョン代表側がじゃあ行かねえよって話も、そんで警察のせいにしてるんですね。ひでえやつだなと。じゃあね、でこちらです、はい、でそういうふうに検察に責任をなすりつけてるから、検察はだったら予定通り被疑者の検査を受けろというふうにね言い返したんですよ、ね、で、水原地検は先に出席要求をした4日の予定通り、イジミョン代表が一般的な被疑者の出席と調査に関する刑事司法手続きに応じてくれると期待するというふうにね述べた。まあ優しい言葉だね、期待するということね。まあそれしか言えないよね、あんまりね人お前出てこいよなんて言えないだろうからね、はい、というねことで、で、まあこれをですね、まあこれコメント線ついてるんですよね。でまあもちろんこれ1000以上ついちゃうとコメント欄が共感順にならないんで、じゃあ国民としてはどういう評価をしてるのかというところを見ていきたいと思うんですけども、こちらでございます。ポン、はい、イジェミョン断食して野党の支持率が 27%、 ユン政府発足後最低でしたということで、こう警告の国民の評価、イジェミョンの断食についての評価は結局この 27% なんですよ。ただねユンもね低いんですね、ユンも 33% なんで、はい。まあというところでですね、こちらまあまあ茶番ですな、はい。まあこれね、いつまでこれね、まあぜひですね、無期限って大見え切ってるんですから、しっかりね永遠にやっていただきたいと思います。はい、皆さんはいかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。